さあ、今宵も行きましょうか。本日はね、結賀の事件をお送りしたく思います。実はね、西高舞のお父さんである西高正宏被告、53歳が取材の人と交流中ではあるんですけど、面会して取材に応じていたんです。その時に語った内容というのがね、ああ、なるほどね、だから犯行に向かってったんだっていうのがね、 結構理解できた気がしますではね本日はその辺を皆様に説明したいなと思いますんででは行きましょうか西高、正宏被告が語った内容をお伝えする前に事件の概要をお伝えさせていただきます2023年配信者である原忠幸は彼女を募集しておりそれに応募してきたのが後の加害者となる西高舞でした 金にがめつい、原忠幸子と、結賀は西高前名義でクレジットカードを複数作らせ、それで買い物などをしていました。実に100万近く使い込んでいたのです。結賀が西高前に激光したことで、二人は破局。けれども、クレカの残債は残ったままで、支払いの請求は西高前に来るのです。実際に使ったのは結賀にもかかわらず。それで、 返金を申し出るも、約三十万は返済はあったものの、残りは踏み倒す。理由は、破局しているし、もう関係ないとユイガが開き直ったからです。ただ、ここまでだったら、今回の事件が起きることはありませんでした。ユイガは、配信者だったことから、あることないこと、いろいろと配信で言います。時には、あいつはマグロだ、あいつは、あいつはと悪口を。 ゆいがは、古参配信者でアンチもいますが、ファンもいました。そこで、さらなる事件が起きます。それが、留置場で、西高正宏被告が語った内容です。配信者が言っていることがもっともらしく聞こえて、そこで取り上げられた人が、叩かれるような世の中はおかしい。配信は影響力が強いので、 本来全く関わりがない人までが配信の内容を真に受けてあれこれ言ってくることに違和感があった。自分は昔の人間なのでそこまで気にしないが、若い人ほど影響されるということも感じているし、精神を病むようなケースもある。動画の投稿者などには行き過ぎた行為をしている人もいる。動画が世の中に出るとそれが正当化されてしまう。おかしいと思う。 親が自分の子供に何かあったら守るのが当たり前で、娘のことで見過ごせないものがあった。仕事の関係者や親戚などに迷惑をかけてしまったが、後悔はない。と、語ったそうです。実際に捜査関係者が言うには、西田構いの携帯電話に、お前の居場所を特定してやる、と脅迫めいた電話が来たこともあったそうです。このように、金銭問題だけではなく、 アンチによる実害アンチによる実害は次から次に湧いてきて掲示板にいくつもの書き込みがされ誰か一人だけがやっているわけでもないし姿も見えないであればアンチを作り出している大元であるユイがにとなっていったのではないかと思われますはいこよでございます戻ってまいりましたというようなところでちょっとね確かにねそのやりすぎだし その娘を守るのであればもう本当ね、それが目的なのであれば事件に関与させんなよお前らがやれ守りたいやつだけがやれっていうふうに思うところはあるんですがまあまあまあ、それはさておきやっぱりね、これはちょっとね分かる気はしますね分かる気がする。で今回ねそのネット関係 のいろろんんなとところをちょっと調べてみたんですよいやー、やっぱすごいね、その、そんなとこまで言うっていうところまでついてくる人がやっぱたくさんいるんで、で、誰がそれを書き込んだのかとかね、誰がそれをやったのかっていうのもちょっと分かんない状況で、実際ね、西高舞のところに脅迫めいた電話まであったっていうのもびっくりだよね。 どっから電話番号漏れたんでしょうやっぱりユイがから漏れたのかもしくはねその一度ミクっていうアカウントもあったみたいなんでまツイッターとかねそういうのでおそらく弁明みたいなことはやっていたと思うんですよで他の配信者とも連絡を取っていていや実はこうこうこういうことでっていうふうにそのユイガの視点だけではなくてね自分の言い分っていうのも伝えていたそうなんでもしかしたらね よいかもしれないし、他のそういう流れの中で流出した可能性もゼロではないなとは思いますが、とはいえね、流出させたやつひでえよな、それはね、さすがにちょっとやりすぎ、さすがにね、こんな実害があったらね、ちょっと嫌ですよね、さすがに病んでくると思うんですよ、掲示板でガンガン言われ、で、しまいにはね、 お前の家特定してやるっていや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 でってだってもうそんなんされたらさいつ家にやってくるかもわかんないし寝ている間にね忍び込まれてもたまったもんじゃないですよねだからもうこれ完全なる犯罪行為になるんですけどそういうのをね平然とやってしまう多分ねこうやって、まあ、赤信号みんなで渡れば怖くないとほぼ一緒だと思うんですよね誰かが こう動いてるから、じゃあ自分も動こうとか、じゃあ誰かが、その、ハト飛ばして連絡取ってこいとかさ、配信者が言って、まあ、だいだいの配信に行って、文句言ってこいとかね、じゃあ、だいだいが言ってるから大丈夫、言われて、俺はやっただけだからとかね、みんなが書いてるから大丈夫みたいな、そういう集団心理で、多分やっているんだろうなとは思うんですけど、まあ、普通に怖いよね、そんなあったら。で、おそらくね、そういうの、 もあってて頭がグリグリリし,してであとはね、そのイガもイガでさ、お金ばっくれたり、またはね、その後もやっぱ西高舞はネット民からね、攻撃を受け続けていく中で、なんでお前だけ幸せになってんだっていうね、そういうツイートを見たり、いろんなことがね複合的に動機になってったんじゃないのかなと思います。た、まあ、多分ね、そういうところまで証言が出ているみたいなんで。 おそらくなんですけど、じゃあ誰が電話かけてきたのとか、そういうのはね、多分、警察も特定してくると思うんですよ。だからね、まあ法廷に上がってどうのこうのっていうのはあるのかどうかはわかんないけど、少なくとも事情聴取とかね、そういうのはあるんじゃないのかなとは私は思っています。だってそれが動機の一つになったのであれば、じゃあそういうことをした人はどういう会話をして、どういう 思いでそういうことを言ったのかとかね、そういうところも調べられてくると思うんですよ、まあ、事件に関係してくるから。いや、でもね、すごいね、いやー、本当ね、私なんかはもうそういうの結構あんまああなんかあまりにも来るとめ,めんどくさいなーと思って、もう積極的にかわしていく、スルーしていく方向。 にしているんでする、まあそれはもう消しちゃったりとかね、またはもう途中からめんどくさくなって、相手にしないで全く考えないっていう風にね、するようにはしてるんですよ。そうじゃないとやっぱ、ねもういつまでたっても堂々巡りっていうかさ、そういう、そこで会話をしてて、じゃあどうなんのっていうところもあるんで、別にねっていうところがあるから。で、やっぱりね、これって、じゃあ、その、 優位ガ関係の視聴者にそういう人が多いのかって言ったらそういうわけでもないんですよ、これ実は。実はね、優位関係だけではなくて、昔にね、その、ファミリーユーチューバーの人複数名と仲良くしていたことがあったんです。その時にね、その、神戸でね、ランドセルを背負った女の子にとんでもないことをやらかした 事件があったんですけどそいつの顔写真を使ってその DM をやたら送ってきたりねやたらこうみんなフォローしてきたりとかまたはね YouTube にその人のアイコンで書き込みをねしまくってきたりっていう人もやっぱいたんですよまあそういうのはね仲間内であこいつ危ないよじゃあブロックしましょうねみたいな感じでその共有していた時もあったんですけど ただね、やっぱ本当人によってはね、すごく悩んで落ち込んじゃった人もいたんですよ。その、もう本当楽しく、やっぱりね、やりたい。で、それが、まあ、家族のね、思い出の一つになっていけばいいのかなっていう、そういう思いでやっていた。けれども、それが恐怖に変わっていったと。じゃあもう、続けていけないよね。どうすればいいの、今後。 っていううかもうすでに手遅れになっているかもしれない、どこまでこう迫ってきてるのかも分かんないっていうふうに、すごく悩んでいらっしゃる方もやっぱいましたいやー、怖いもんね。そういえばね、このお父さんの話であったり、その捜査関係者が言うには、電話が来たよっていうのを聞いて、その辺をね、また一つ一つ思い出してみた、まあ、思い出してきたんですよ。だからね、なんて言えばいいんでしょう。 やっぱ人によってはね、相当やっぱ、病んじゃう人はめちゃくちゃ病んじゃうんで、実際それでもう数ヶ月動画を更新しなかった人もやっぱいるんですよ。どころ、うん、やっぱいろんな意味で、その複合的に、ある意味ね、こう SNS が発達したから起きた事件とも言えるのかな、なんて思ってしまいました。各方もね、多分そこまで、まあ途中ね、やっぱり、 一緒になって頭がぐりぐりになっててめえ、この野郎もっと怯えろてめえ、この野郎っていう気持ちでやっぱ書くと思うんですけどでもね、ねそこまで重大な思いで書いてる人っていうのは本当、あんまりいないと思うんですよでも結果ね、やっぱ怖がっちゃうっていうのもね、やっぱあるわけでまあ、本当、ある意味ね、SNS が発達して起きた複合型の事件なのかななんて私は思いました。 ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録をお願いいたします。またね